ファンファーレです。さあ、歴史は動くのか。ファンファーレがパークに吸い込まれていきました。斉田さん、はい、逃げるのはどの馬でしょうか。やはりあの逃げ宣言してますので、はい、10番のミスターメロディーが行くんじゃないかなと。まあ、短距離勝った馬ですかね、G1 ね、はい。まあ、この馬のスピードがあればあのさっと主張すれば花に行けるかなと思いますけどね。あるいはこの声運構成どうでしょうか。声運構成は少し控えてというか、まあ、こういうあたりに控えていくんじゃないかなと思います。そして敬愛デートのテックも収まって、そして最後に14番ダノンスマッシュ、この馬もレースのペースを握ります。果たしてどんなペースになるのか、そしてアーモンドアイはどんな走りを見せてくれるのか。14番ダノンスマッシュが今ゲートに収まって、安田記念世紀の一戦スタート切られました。バラついたスタートになりました。アーモンドアイが後ろからになりました。アーモンドアイはスタート少し遅れました。さあ、まずは先行争いですが、どの馬が行くか。ダノンスマッシュが行って、そしてミスターメロディー、内を通って1番のダノンプレミアム、さらにはダノンキングリー、ダノン勢は前に行きました。さらにアドマイヤマーズがいて、さらにその外目を通ってセイウン構成、さらに外からバンドギャルドがいて、ダノンキングリーこの位置に下げています。その後ろですが、11番のグランアレグリア、桜の女王、そしてインディチャンプがいて、外からは7番のペルシアンナイト、その後ろにアーモンドアイ、ビクトリアマイルよりは少し後ろの競馬ということになりました。そして後方勢、内を通ってノームコア、敬愛ノーテック上がっていく。そして最後方に4番のクルーガーという体勢です。さあ、3、4コーナーの中間地点にまもなく向かっていく。逃げているのはダノンスマッシュということになりました。さあ、最初の 800m 46秒台平均ペース。さあ、平均ペースの中、アーモンドアイは後方から前を見るような形。さあ、どんなレースを見せるんでしょうか。4コーナー回ってまもなく直線コースに向いてきます。外に持ち出しているアーモンドアイ、インディチャンプは内に入っている。さあ、現在先頭はダノンスマッシュ、並びかけてミスターメロディ、内を通ってダノンプレミアム、さらには外からアドマイヤマーズ、その外から11番のグランアレグリア、さらには敬愛ノーテックがやってきて、外からアーモンドアイ、アーモンドアイ、内が入っている。